サンデードラゴンズ延長戦です今日のゲストはネオアキラ投手です改めてよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますサンデードラゴンズの本番は三十分いかがでしたかあっという間でした、ねうん、あっという間でしたねちょっと質問が残りましたのでいろいろ聞いてみましょう、はい、今年一年を漢字一文字で表すとネオ、はい、さんなんでしょうかお上げくださいえ好き ここれはネオさんどういういとでしょまあめちゃくちゃ悩んだんですけどあのいろんなところを経験していろんな角度から野球を見るというか取り組んでより野球が好きになったというか<ー>、はい、なんか球場行くのも、はい、楽しかったですしそんな1年でした。はあ。<laughs> いや これ、ね、またぐいぐい聞くようでなんですけど、はい、嫌いになったんじゃないかなって心配するファンもいたと思うんです、はい、ダイ野1本って言っておいて内野、はい、ショートになって、はい、1>, 1年も経たないうちにピッチャーになって、はい、もう気持ちも体もついていかないんじゃないか、うん、本番でも言いましたが、うん、ネオ君かわいそうっていうファンがたくさんいて当の本人むちゃくちゃ悩んで辛くて野球嫌いになってんじゃないかなっていうファンもいたと思うんです。けど、はい 本人全然違うまあ多分憶測なんで僕はこっちです、はい、あそうですか、はい、グラウンドに行くのが楽しくなってきたもうあの本当に早く明日になんないかなとか思いながらはい量最後の年っていうのもあって量満喫しようと思って、はい、楽しかったですね、はい、へえ早く明日になんないかな 早く試合にななないかなって感じでした例えばそれは打たれたり結果が出なかった日もそういう気持ちでも次の日はポジティブだったんですかまあでもやっぱり打たれるとやっぱ悔しいですし寝れないっていうのはもちろんあるんですけどまあよりやり返すというかはいまあんまり僕が連投するってことはなかなか今年1年はなかったですけどはい気持ちはずっと早く投げたい早く投げたいって感じでした。へー 早く投げたいってことはピッチャー転向に関する抵抗感みたいなものはそんなにぶっちゃけなかったってことっです、ね、<laughs> いやもぱっと切り替わったんでそのなんていうか何てうんですかね中途半端な時期っていうのはなかったんで、うん、もう変わったらもうやるしかないっていう感じですね。ああ そこが気になる方もいてもやもや期というか、はい、ちょうど6月交流戦が終わってからリーグ戦再開っていうあの微妙な期間に投手転このニュースがあったんですけども、はい、どういう気持ちの整理をしてるのかっていうのは気になってたんですが、はい、いやでもあのさっきあのタイガース戦で甲子園で投げたっていうやつが、うん、ファームで投げたっていうのが出てたと思うんですけどその前に。 あの筑後のファームのソフトバンクの試合でブルペン入っててあ筑後でブルペン入ってたんですか、はい、て,てでその直後にホームラン打ってやっぱりなんていうんですかね監督立浪さんにも言われてたんですけどやっぱりピッチングして打つ方もバランスよくなるんじゃないかって、ね、言われててそういう気持ちも込めながらずっとやってたので、はい、えっってことはウエスタンのあの甲子園が 初登板だったんですけど、はい、筑後だった可能性も、あるでも筑後で投げる予定でした、もともとは。え福岡で投げる予定だったんですか多分阪神戦の前ぐらいだったと思います、ね、あの辺ね、えー、確かウエスタンが、福岡から関西への遠征だったような気がするんですよね。そうですじゃあ、筑後だった可能性があると。はい、で、そこで野手としても出てて、はい、ホームランを打った。なんかその記憶が、はい、ありますえってことはですよ。 どこで聞こう <laughs> あそうそうこれこれ、うん、野手の経験が生きていることは逆に投手の経験が野手として生きていることもあったと思うんですがこの相乗効果は根尾さんどう感じてますまず先ほどの話いきましょうピッチャーの練習が野手に生きたっていうのは、はい、ああでも打つことに関してはやっぱりあの去年の秋からまあ公にピッチングしてたのは今年の春のキャンプからですけどそれまで 結構あの言われずにたまに入ってたりしててブルペンにそうなんすか、はい、誰からもピッチャーやれよっていう指示がなかったけどひそ、はい、かにブルペンにはでも遊びで<と>、えー、あそうなんだ、はい、ということは自分もピッチャーに対する興味がちょっとはあったってことですかいや興味っていうか <laughs> 楽しんでやってました楽しんで投げてましたあもう好きな野球をやってたっていうことな、はい、わけですね、はい、で野手に ピッチャーの練習が生きたこともあったとそうですねもうはい。言葉にするの難しいですけど多分はい。逆にどうですか野手をやっててピッチャーに生きていることっていうのはあるんですかどうなんですかねそれに関してはまだピッチャーとしての歴が浅いので<ー>どうっていうのも言えないですけどあ<ー>まあやっぱりもう投、ね、げきるしかないっていう気持ちになるというかやっぱりいいバッター と対戦させていただく機会が多かったので、うん、点差が離れててもやっぱり中,中軸にあの当ててもらって投げていることが多かったんでそ、そうですね。はい、気持ちの割り切りというか、そこはあるかもしれないですね。はあ、村上選手とね対戦しまして。はい 最初フォアボールで,で次、三振っていうのがありましたけどあの村上と対戦する時のフォアボールのピッチングは振り返ってどうですかバンテリンでありましたいやもうフォアボールだけは嫌だなと思ってたんですけどはい力み倒してましたあれは,あ、は力み倒してました最後スライダーという選択も迷う力み倒してました、はい、あ気持ちがちょっと先は知ってたんですね、はい。そんな感じです そして三振、見逃し三振、で終わった対戦もありましたが。はい、あの時は、ね、でも僕がか、なんていうんですか、抑えたって感じはなくて。<ー>はい、木下さんに、本当に助けられたなっていう助けでした、ねはい。あ、そうなんですね。いやー、いろんな話が聞けますね、加藤さん。全く話変わっちゃうんですけど、はい、ドラゴンズの選手で。無人島に。変わるね。<laughs> <laughs> いいですね。<laughs> 連れていくなら。 どなたですかねジャガーですね石橋ですね<お><っ>同期同級生ですよねはいなぜでしょうなんか何でもやってくれそうじゃないですか <laughs> 肉体労働系もやってくれそうだしなんかちょっとした知識とかも知ってそうなんで豆知識うんちくとか多分強いんで <laughs> はい。そうなんですかはい。へえ、肉体労働はやってほしいとやってもらいます やってもらえじゃあ音を「あきらあきらもなんかやってくれよ」って言った時に無人島で2人だったら役割分担としてあき、はい、僕はじゃがにもうちょっとこうした方がいいんじゃない<あ>っていう指示役じゃそっちなねでも仲いいんですね本当に、ね、仲良くないとなかなかもうこんなんうにもうずっと1年目からあのファームの試合でもずっと一緒に出てましたしあの一軍でもやっぱりバッテリー組んだりも したのでまあ、これからもっと上の舞台で一緒に、はい、組みたいなっていう感じですね。仲いいでいきますと生放送中に <laughs> これね柳投手清水投手との USJ はいかがでしたかこれみんなで言ったわけじゃないんですよねたまたまあったんですよね USJ。US SNS にお写真があがってたんですよ。 えちょっとこれいきさつ聞きましょうか <laughs> 柳さんと清水さんと根尾さんで最初から行こうねっていうことでスケジュールを合わせて行ったんですかいや俺も行くよえ僕たちも行きますあそうなんですかみたいな感じですああであ,あそうなんですかたまたま日にち一緒ですねとそうですそうですそうですで別々に行ったんですかだからそうですね柳さん がご家族で来られててって感じですね。柳さんご家族で清水さんと根尾さんもはいまあ、いわばい<や>そ,それぞれで行ってた。僕と達也さんは一緒に行きました。あ、清水さんと根尾さんは一緒に行って、はい、で現場であの広い広い USJ で見事に出くわしたってことですね。いやまああの格好してたら柳さんわかりますよね。<laughs> あの <laughs> 見つけたっていう形なんですか。はい。ちなみにどんな格好かを改めて教えていただいてよろしいですか。あのー、なんかめちゃくちゃ派手な。 あのお子さんとあの息子さんと同じ格好をされてて一瞬で柳さんだって分かりました <laughs> でかいっすもんねでかいっすあれバファローズの吉田正尚ご一家もいたんですよね確か、うん、あなんか後々ああはい吉田正尚選手ご一家とは根尾さんは合わなかった、はい、これショーは何見たんですかなんかあの水の上をなんかボートとかが走ってるやつですけどめっちゃおもろかったです <laughs> <laughs> めっちゃおもろかったです好きこういうの結構テーマパーク系ちょっとはまっちゃいましたねああじゃあ今まではあんまりご経験はないねほにだからそれ見たのも初めてでしたし、うん、はいコーラ飲みながら見てました <laughs> これ USJ 初体験だったんですか <laughs> 見たそのショーを見たのは初めてですでも高校の時とかもなんかはいなんだっけ対外学習かなんかん校外学習 かなんかで USJ に行ってたんでえ、大阪東院の校外学習 USJ 何学ぶの ?USJ で <laughs> なんかはい社会見学らしいですあ<っ>協調性とかですかねはアリさん今フォローしたつもりが綺麗なボケになってますごめんなさいごめんなさい大阪東院の学生が行っての学び協調性どういうこと何か言わなきゃと思って今何か言わなきゃと思ったんだ <laughs> で出てきたのか <laughs> 次に行きましょう。多分協調性です。であ<っ>、優しい。<調>ありがとうございます。なわけないと思う。協調性。まあでもね、いろいろエンターテインメントのこう集約された場所ですから、うん、人を楽しませるとはどういうものなのかということも、はい、学んでたんでしょうね。はい。は<ー>い <laughs> 仲いいんだみんな。これどうですか。同期対決。いろんな同級生がプロの世界にいますが。 誰が一番楽しみですか<ー>実際ねカープの小園の選手などとはプロ初登板で戦ってますが誰ですかねでもあの一軍の舞台でまだ僕の高校の同級生の藤原京太君とやってないんでああフェニックスでは見事に左中間真っ二つにツーベース打たれたんでそうだはいぜひやり返したいと思いますこれ見たいな早ければ交流戦そうで,す、ねはい、できれば日本シリーズああそうですね そんな熱い場面で対決できるように頑張ります宮崎では確かまっすぐオンリーだった気がしますが、はい、どうでしょう一軍の舞台で本当に勝敗がかかってる場面で対藤原どんな投球でねじ伏せたいと思ってますかもうガンガン変化球投げるんじゃないですか <laughs> そうそう変化球何投げてるんだろうっていうのを我々も気になるんですけど持ち玉としては今何をえっとストレートツーシムカーブスライダーフォークです 来季磨きたい球種先発ということでしたが何ですかね、はい、昨年の秋から落ちる球をフォークボールを、えー、試して、はい、より幅を利かせられるようにっていうこのフォークは握りとかリリースの感覚とか難しいと思うんですけど誰かに教えてもらってるのか自らアドバイスを求めてるのかフォークボールを磨くためにやってることってどんなことはでも本当に ドラゴンズの特にあの中継ぎの選手だったり、あの高橋ルトもそうですし、あの本当にいいフォークボールというかスプリットを投げる方が多いので、本当にみんなに皆さんに聞いて回ってって感じですね。あ、え後輩のヒロと投手にも聞いた。聞きましたどうでした？ヒロとスプリットはどんなスプリットでした？なんかはい、あそういう感じな、あまあちょっと難しいなって感じですね。 ああ、これ合う合わないあるんですよね。まあ、でも、それで、それ、なんか難しいなって僕が思ってても、やっぱりバッターが嫌だったら。あれだけ三振取ってますし、やっぱりすごいボールなんで。ちょっとでも真似できたらなあと思って聞いたんですけど、はい。投げたいですね。でも、今のネオホークは。誰のエッセンスを。頂戴してるんですかね。はい、でも、シーズン中でも。 フォークのサインでいいろろ変えても何種類か試しなっかったか本当に一種類でバチッて決まるのが多分あの一番いいとは思うんですけど、はい、今日はこれかなみたいな感じで投げてたんで、はい、これって決まるものが見つかるようにへえ<ー>、はい、面白いですね加藤さん何かありますあのグローーブは来シーズンを、はい <laughs> 赤なんでしょうか。かかっこいいね、あのね、投資家ブログ。赤です。あ、そうですか。はい、赤です。は形は。形は。ちょっと変わるかもしれないですけど。基本は真っ赤だと思います。何をどう変えます、形。ちょっと細かいところ。と。はい。僕の。はい。フォームの癖とかも。加味しながら。あ。へえ、ちょっとね、グラブのね、角度とか、うん、セットポジションの。そういった。 形で癖がバレたりするることもあるしそうですねまあ余計フォークも投げますし、はい、大きめ小さめ長め短めいろいろグラブもあると思うんですがネオさんのグローブって形にこだわり、はい、こういうのって特徴ってあります形は多分オーソドックスな形だとは思うんですけどちょっと大きめで <laughs> はい人波よりちょっと大きいグローブですね 昔からですけどそれ大きくしてる理由は何かあるんですかねいやでも多分小さい頃に大きいグローブ買ってもらってて、はあ、それで多分慣れちゃってるからなのかはいあんまりちっちゃいグローブでピッチャーやった経験がないのではあずっとずっとなんですか,かですはい昔からじゃないですかあじゃあこのグローブの方も大阪桐蔭高校時代からあそうですあ 一緒なんですね。面白い。ちなみに目標の投手はいますか？いや今は目標の投手はいなくて着実に自分のステップアップをするっていうところに目を当ててというかそこを見てやってます。もう全部コンプリートしましょうか。野球以外で。いやき怒るイメージがない。イラッとしたこと。イラとしたことありますか？いや。 なんすかね、僕あの、まだあの車持ってないんですけどあの小笠原慎之介さんにあの野球教室まで一緒に乗せていただいて3回ぐらい高速道路で事故してて僕はあの助手席に乗ってただけなのではい、はい、あれだったんですけど慎之介さんもイライラしてましたし僕も、はあ、さすがに3回はないだろうみたいな。 <あ>所いろんなところで事故しててちょっと渋滞に巻き込まれたり3か所真っ赤になってましたあの名古屋までの帰りにこうええー、何で,でやみたいなそ,それぐらいですあそうなんだまあ時間もねかかりますなんでだろうっつって声には出せなかったんですか<ー>いや多分2人とももう分かっててもう何も言わずに多分普通に2時間ぐらいで帰れるところだったんですけど4時間半とかうわー ちょっと、まあ、僕はまあ時々寝てましたけどしんのすけさん寝れないじゃないですかえちょっと待って <laughs> 先輩が運転してて助手席の音をあきら途中寝た僕は寝てないと思ってたんですけど「<laughs> あれお前さ」って「寝てたよ」って言われて「<laughs> え多分僕寝てないです」みたいなやり取りをずっとやってました。<laughs> かわい,いな え、社内は、そういう時は、野球の話するんですか。なかなか、小笠原新之助と根尾明が乗ってる、社内ってね、うん、なんかファンからすると、ドキドキする、楽しいなと思うんですけど。野球の、話は、結構、しますけど。本当しょうもない話ばっかりしてますよ、ね。はい、はい、僕がしょうもないって言っていいのか、わかんないですけど。はい、<laughs> そうですね、今、先輩のトークしょうもないって。<笑><笑>でも、新之助さんはでも、本当に。野球の話も、もちろん聞いたら。答えて、くださりますし。はい。あんまり野球の。 いこことととよりも、はい、プライベートのこととかたわいもないし、はいうんのすけさんのプライベートのこととか、うんはい、たくさん聞いてます<ー>、はい、いい関係なんですねはい、はい、仲良くさせてもらってます、うん、野球でしんのすけさんに聞いて何かこう記憶にあることってありますかひょっとしたらその社内かもしれませんけども今シーズン中に何かそうですねまあなかなかあのピッチャーの体の体づくりとか その知識っていうところに関しては本当に無知なところが大きかったので、まあ、いろんな先輩方にも聞いたんですけどの、まあ、之助さんに言われてたのはやっぱりすぐやろうとしてやろうとしてすぐにできるものよりもやっぱり時間をかけてできたものの方がこうなんていうんですかね身につくというか、はああの之助さんがやっぱり今年2桁勝たれてっていう時にまあどんなことを意識されて。 オフかかららやられてたんですかっていう話をしてて、まあ、でも俺はもうその前の前からずっとこれに取り組んでてやっと実を結んだ感じだからみたいなことをおっしゃられててそれはやっぱり、まあ、やっぱりすぐ実を結ぶとは限らないというか、はい、そういうところは、はい、うわあそうかその今やってることがすぐ例えば来シーズンとか、はい、半年後とか、はい、明日に出るもんじゃないよと。はい いうメッセージがあったわけですね今のは全然しょうもない話じゃなくて大事な <laughs> めちゃゃくちち大事な話ょっと打足かもしれませんけど私荒木選手が現役だった時に、はい、大島選手と熊本で自主トレしてる時に荒、はい、木さんが同じこと言ってましたーへーへー大島選手に当時の。相撲で3年後の稽古っていう言葉があるみたいで今やってることは3年後に成果として花開く。 今離れてるものは3年前のものが影響しているってことでとにかくすぐ結果が出るもんじゃないよっていうことを荒木源コーチが選手時代に若い時のまだ2年目3年目ぐらいの大島さんに言ってましたんでそういうのがドラゴンズの DNA としていろいろ脈々と受け継がれてるのかなっていう気が今ちょっとしましたね。今の話話話はしょうもなかかかっったたですかねいい話でしたいい本当、はい はい、ということで <laughs> いらんことしたなネオさん YouTube をご覧の皆さんに最後ではカメラに向かって、はい、来への意気込みをお願いしイ樹は,いえー来はえー、昨シーズン以上にチームに貢献して、えー、個人の目標としては先発ローテーション入りまたチームの目標としてリーグ優勝そして日本一っていうところを目標に取り組みますので。 来シーズンも応援よろしくお願いします。今日のゲストはネオアキラ投資でした。ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> 日曜お昼零時五十四分からは3。サンド。